侍ジャパンメンバーの現在の成績を。セリーグ、巨人、大勢投球回一防御率 0.00、岡本打率、310.3OPS、817、大城打率、222.2OPS、522、阪神、湯浅投球回二防御率 0.0、中野打率、410.4OPS、938、ヤクルト、山田打率、270.311.3.1OPS、879、村上打率、180.211.2.1OPS、727、中村打率、0.80.0OPS、111、横浜、牧打率、77.13.1OPS、154、パリーグ、オリックス、宇田川投球回1防御率 0.00、山崎総投球回2防御率 0.00、楽天、松井投球回2防御率 0.00、ソフトバンク、近藤打率、417.12.5OPS、962、牧原打率、385.13.5OPS、1.000、下位打率、364.11.4OPS、1.000、周東打率、310.3OPS、600、西武、山川打率、167.12.2OPS、397、メジャー、大谷打率、375.83OPS、819、投球回6防御率 0.00、吉田打率、222.2OPS、522、ヌートバー打率、254.1OPS、750。大谷ガチで化け物やな。大谷だけヤバすぎて草、なんやねんほんま。大谷は変極端だとかやってるから OPS 低いんか。中野 WBC で打撃覚醒してて草。中野やっぱり本物だったか。中野もしかして死球選べば出塁できてお得なのでは？やっと気づいてくれたみたいや。ソフトバンクは何なの？買いまで。364やん、中村は。例なのに。SB 大活躍やな、そりゃ絶好調になるわ。チームに帰っても近藤が楽しそうで何より。近藤って本物やったな。近藤って鈴木誠也いたら WBC 出てなかったよな。そもそも WBC までハムファン以外誰も近藤の凄さ知らなかったからな。